マスカゼイ。ちょっと気がするもんね。なんで？グロ注意かもしれない。あ？グロ注意が入る。何？グロ注意。グロテスト。グロ注意。そんなグロじゃないです。グロじゃないです。どうした？現場で怪我したっす。何やった？いや、ドジ踏んだっすね。何ドジ踏んだって。材料を持ちながら。ドジ踏んだって。お前、歌かお前。ドジ踏んじゃったみたいな。ドジ踏んだっすね。何ですか？はい？どうした？材料を持ちながら、つまずいて転んだっす。つまずいて転びました。あ、聞こえ。はい。お前、YouTube 何年やっとんのお前ら。こら、ほんと。すいません。あ？何ですか？材料を持って、材料を運んでた時に、つまずいて、転んじゃいました。子供みたいな。アホじゃないの？来ました。はい。そんな感じですよ。今日はおろうか。チャンネル動画うまくいってんの？佐々木ファミリー。佐々木ファミリーです。静かに上げとったもんな。そう、ね、俺全然聞いてなかったよ。あ、そうなんだ、うん、見てくださいよ、ぜひ。あ、うちのやつ上がった？あれ嫁さん撮ったやつ。多分これが上がる頃には上がってると思います。まだ上がってないですね。あ、まだ上がってないよ、はい、チャンネル登録どれぐらいいったの？多分4000。すごいな、早いっす。で、佐々木チャンネルは何やっとんの？いや、お前嫌だろ、お前夫婦だからうまくいってないだろ、あれ。いや俺動画毎回見てるけど、なんか大丈夫か心配やるわ。全然うまくいってますよ。なんかお前コントロールされてるみたいな。なあ、見た、辛いやつ。見ました、見ました。コントロールされてました。なんかもう全部作られてさ。そうですね。相当嫁さんが撮りたいんだなって。いや、でもあれはたまたまですね、ほんと急遽。やったのかって。そう、なんかやる気なさそうじゃん。相手やるやつもそういうキャラ設定でやるけど、パッケージ開けちゃったけど。あ、これがなんかちょっと違う、ニラ？いきなりだったんで、あと、やりづらかったですね、やっぱ。なんでなんで。はい？なんで？夫婦だとやりやすいの？いや、嫁のお母さん。うん、はい。もう来てて。あ、そういうこと。画面の外におるんだ。そう、みんなが見てる中で。みんなが見てる中で食べたんですか。あ、向こう側におったんだ、カメラ。そう、ドラ売られたよ。あ、そういうことな。あ、そういうことな。いや、別に普通にフレンドリーなんで、全然。うん。パンイチとかでその辺歩いてるし。そういうのはないんですよ。母さんがパンイチ入ってるの？違う。パン出しで歩いてるの？パンイチパン出し。気使うとかはないですけど。逆にすごいわ、俺。あのキャラを夢の親がおるところで、あ、はい、はい、みたいにならないならないですね。やりたねーなーみたいな顔してたよ。もうそんな感じになっちゃいましたね。あ、そんな感じ。やっぱりそうだろ、あれ。あれが自然体なのか。あれ絶対違うでしょ。普段はあんなんじゃないだろ、夫婦の中で。いや、あんな感じですもん。いや、気にしたそうに。あの夫婦でどっか休みの長島行ってましたね。それあれは見てないんだ、まだ。あ、そうあれどうなの、あれも全然喋ってなかった。全然やる気なし。あれが最初なの。恥ずかしいのかなと思って。チャンネルであんまり夫婦が仲いいとこ見せるのが嫌なでやってんのか。お前言って離婚の危機だろ、あんなもん。俺だってもし分かんないけど、まあね、視聴者の皆さんも薄々気づいてるけど、離婚障害なんだけど離婚障害だけど、いや、あの中だったらもう離婚どころやな。3回ぐらい離婚しようか。いや、いて付き合ってるというか、結婚して夫婦が仲いい時はもっと仲いいじゃん。そんなことないですよ。いや、あれはやばいでしょ。いつものカンタ君見てるみたいな感じです。そうだって、こっちでも暗いけど、はい、こっちのまだ3分の1ぐらい暗いから。そうですね。よりで、二階堂チャンネルより3分の1ぐらい暗い。もう離婚だ。違う違う、これちょっとサムネ決まったな。決まりました、うん、カンタイケメン離婚危機。そこまで言ってる。だったら YouTube やめだけどね、俺それぐらいなのかなと思って。なんか YouTube 見てる中で、なんかでもちょっと気まずいですね。気まずい、気まずい。そういうのに、その仲いいところを見せるのが嫌だって感じ。これ二人っきり撮ったんだって視聴者に思われるのが嫌なところ。そうですね。
あ、これでラブラブで、ちょっと、とか言って、みーちゃんとか、みーちゃんとか言って、これは辛いうどん、おいしいなーって、ポンポコポーンとか言ってるのが恥ずかしいな、お前。新婚なの?2、3年なのかな、行って。そうですね。そんなお前。もっとラブラブなとこ見たいけど、結構でもコメント欄は羨ましいみたいな、羨ましいみたいな、はい、まあ、でもそれが自然体なのかな、逆に。ああ、そうなのかもしれないです。そうなんだ。あんな態度だったら怒らない？怒られます。いや、あんなんでロケやったら絶対いいかもしれないわマジで奴隷のごとく働いたのに前文句ばっかり言われたのやろう。そうっすね。あんなんも確実に相手が奴隷でしょでしょ、大黒柱の超って感じだよな。はい、そう、うん、そうですね、本当に。なんか立派なお父さんって感じじゃん。で、別に奥さんがちゃんと合わしとるみたいな。分かりなさいって言って、ご飯出して、お茶とかも出てくるんだろう、どうする？お茶？お茶？出てきます。すごいな。すごいっすね。醤油取ってきて、ここないですか？醤油取ってきてやったらもう裁判だぞ、お前。調停入るぞ、お前。どんだけ罪重いんですか？醤油。醤油？あんた誰言ってんのって。まさか私、これ私にってなるぞ、お前。醤油持っていないの？俺、行ったことない。マジっすか？うん、それ言えたら離婚してないな。醤油じゃなくていいよ、せめて。そこにある携帯取ったって、自分の子である携帯も取らんて。取るか？取りますよね。世の男性、今これ聞いてるんで、まあ、結構男性視聴者多いから、はい、コメント欲しいね。そんな夢おる？醤油取ってバカなこと言ってんじゃないやろ、お前でしょ買ってきたよ言えるでしょ、ゴミの、ゴミ方、ゴミ捨てとかもしんの、お前じゃん。たまに玄関に出てきたら、出てたら出しますけど、朝早いんで。なんでゴミ捨ててよとか、早いから捨ててって言われるでしょ。だってまだできてないじゃないですか、ゴミのまとめ。ああ、そういうことか。そういうのは別に出てやんないじゃん。本当ですか？本当に何も頼まない。チャッピーだな。なあ。そうですね。チャッピーだ。ハッピーですね。コメント欲しいな。今の男性に。いや、付き合ってる時があるわ、言って。ああ。結婚して3年、4年、5年して。ね、変わるんですか？変わるどころじゃないでしょ、お前。変わるどころじゃない。変わるっていうのはもうあれだろ、変化だろ。はい。別物になるけど。変わるじゃないで、変化するの。別の生き物に変わるんだから。あ、そう。そうそうそう。その変化するどころの騒ぎじゃねえぞ。キメラみたいな感じですか。キメラみたいなもんだろ、お前。なんでこうなったみたいな。その連想できないもん。変異だね、変異。変異だろ、まさに。いやー、すごいな。え、ペコちゃんは変わんないんですか、その付き合ってた時から、結婚した時。変わんないね。変わんない。あいつなんかめちゃくちゃきついじゃん。そうですね。性格がめちゃくちゃきついじゃん。そこに対してすごいな。変わらないですね。あ、変わってないですね、昔と。マジ？動画見てる感じそうだな、優しそうだよな。お前がなんか、うんうんうんとかやってるけど、なんかペコちゃんはなんか好きそうな感じが出てるやん。出てますね。なんか、カンタの声大好きそうな感じだよな。はい、まあ、そういうことかな。気が折れちゃったら最後ってことかな。気が折れちゃったからねーこっちとら。そういうことかな。気が折れたら醤油も取ってくれんか。醤油取ってくれんか。そういうことですか。醤油取ってくれんか。飯も作ってくれんだろ。なんだろうな、この違いは、はい、この違いは世の中の女性の、まあ、もう愛しそうってことだな。 YouTube ない、週どれぐらい上げたの？週2とかですかね。最近も上がってる、また上がった？ちょっと待った。そうですね、最後はラーメンが終わり。はい、実家の、はい、結構2人でデートとかも撮ってるだろう。1個だけ撮りました。あれ結構伸びるよね。あれが今違う。子供連れて旅行とか、あ、旅行やらもちょっと遊びに行くとか。あ、まあでも今はちょっとできないですね。コロナね、関係ないでしょ。じゃあ、ヤシャマ動物園とかやってるだろ。やってない。はい。ヤシャマ動物園じゃないけど、あそこ、なんだった？海南子供の国とか、やってない。あ、やってます、やってます。ああいうとこに対応しよう。そうっすね。そんなの辛いんで。そんなの辛いんで。子供行ってあんまりならんだろ。だって小学校なんかもすぐ移るじゃん、そうなったら。
学校でも開校しようだろ言ってしてますね。暗い意識しちゃうとはいえ対策はしよう。はい、じゃあ視聴者の皆さん、はい、まあちょっと最近ちょっとつまらん動画が重なってますけど、ちょっとまた面白い企画もあるでしょ。そうです。ちょっとプチコントロールらしいんで、はい、ぜひまたチャンネル登録といいね。あとあの佐々木一家の佐々木ファミリーの祭りごとっていう佐々木ファミリー崩壊への瞬間撮り続けろよ、離婚するから離婚するまで撮り続けろよ世の中なんだか 50% か 40% の離婚するから。うわ、そうなんですか。らしいよ。まあ、それっていうのは今まで結婚したストックがあるので、今年結婚した人の数と離婚した数を計算すると100組結婚したら50組、はい、重みが…まあまあ、いろんなこと終わったから、もうしゃべってないろんなこと終わったからまあみんな、まあ幸せにね、うん、佐々木ファミリー一家の、あの、幸せそうなとこ見るのも、なんか、ね、夫婦にとってもいいんじゃない。そう、これからっていう人たちが増えてくるんじゃないでしょうか。